アナムシャルです。ヤッホー、みんな行きしょ。はい、今回ですけども待ちに待ったボートレース1000万円かけていきました。めっちゃテンション高いです、やっぱり。楽しみですよ。私今日本当に楽しみすぎて、マジで楽しみ。俺今日は1ヶ月3000万円生活のラストですから。あ、そうですね、ラストです。ここで逆に3000万円稼ぎに行く。いいね。使った額全部取り戻しに行く。いいね。っていう日です。で、俺が1000万かけるっていうのはこれまであったと思うんですよ。今回はなんと俺がこう1000万用意してるじゃないですか、はい、テンチュンもなぜか自腹で用意してる。はい、1000万持ってきました、ちゃんと。すごい。冗談とかじゃなくてガチでやる女なんですよ。素晴らしい。そう、だから俺が好き、天神が。嬉しい、前だよ。よすごいね、ほんま。これよく考えたら、すごい。いや、すっごい楽しみ、本当に。で、今回テンチムの方と俺の方で両方ね、動画を撮ってるんですよ。テンチムの方とか前編、こっちのチャンネルでまず1000万お互いがかけてます。で、俺の方でこっから後編っていう感じ。概要欄のテンチムチャンネル入ってる、そこをさっき見てください。その後にこれを見るっていう感じで。ただ僕のチャンネルではテンチムの方でどうなったのか言わないです。結局負けたのか勝ってるのか言わずに、6レース目から僕のチャンネルでここから流れます。で、一応ルールとしては賭けをしてるんですよね、テンチムと。はい、そうです。今1000万お互い持ってきてるんで、この1000万を今回10レースやるんですけど、100万ずつかけていくわけですよ、うん、で、最終的に1000万を切ってたら僕は3月5000万円生活突入。ふぅ、マジでおかしいけどね。いや、それにさ、ノルヒカルさんってやっぱすごいですよ。さすが、メシや、メシや。まあまあ、そこは。で、テンチムが1000万切ってたら俺の望み通り金髪ショートにしてもらう。自分の色を染めていく、はい、5000万と天秤にかけとるから。確かに。すげえやべえ女みたいな感じ。お互い負けたらお互いが金髪ショートになって俺が5000万生活突入するっていう、はい、でしかもプラスアルファで負けた時は3月ももう一回来ます。そう、ボードレース3月もう一回ここに来ます、はい、もう一回勝ちに来る、はい、2500万も勝つまでやめんから。そう、2500万もやばいから。多分トナボードレースビビると思う、2500万かけとったらオッズもめっちゃ落ちるし。確かに。だから勝てばいいんです、本当に。そう、勝てばいいんですよ。こちら負けに来てるわけじゃないから。で、今回助っ人としてスペシャルゲスト。マジっすか。え、そう、用意してます。スペシャルゲストお願いします。え？はい、どうも皆さん、こんにちは。息しすぎてます、マルです。はい、やっほー。レペゼン地球のマルが俺とテンチムがボートレースで1000万かけるっていう動画を見て、どうしても見学に行きたい。見学。マジで。いや、あんたこじるきでしょ、絶対に。大丈夫です。札の中1万ぐらい盗んでた。バルの方とか行ってさ。一応見学としてマル、まあ、はい、豪華ゲスト。あ、でもお金持ってきてるの。あ、1万。あ、1万5000持ってきたらしい。本当に豪華ゲストですか。スペシャルゲストですよ、うん、だからレペゼン地球のファン、高評価押しといて。チャンネル飛んで高評価しといて、よろしくお願いします。それ要因。テンチムは今回ボートレース初心者だから、もう探り探りで、まあ結構言ってもやってるんですけど、運を味方にしちゃったら勝つから、こういうのは結局、うん、流れってあるからね、やっぱり。そう、本当にお互い勝つっていう展開もあるから。じゃあとりあえず次3レース目からスタートするんですけど、はい、3レース目からはテンチムの方で3、4、5、6、7までテンチムで、うん、俺の方が8、9、10、11、12なんで、はい、とりあえずテンチムの方見てください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、マルが、マル息してるずっとオラオラしてました。いや、俺ワンチャンマルに100万とか託すかもしれない、途中で。ええー、マジっすか。行っちゃいましょう、うん、こんだけやったら一束ぐらい託してもいいってなる。まあまあ、まあ、で、負けたら全部お前のせい。えそれはマジじゃあ、2万ではい、テンチムの5レースが今終わって、次から僕の6、7、8、9、10レースやります。テンチムの方の結果はテンチムチャンネルを見てください。画面貼ってます、はい、さっきそれ見てからこれ見てください。よろしくお願いします。もうこっから先ね、残りこの1000万をかけます。どこまでもあとは勝ちを積み上げれるかっていうこと。そうね、正直気分的にはもう勝っとるから、あと俺らはもう記録どれだけ伸ばせるかって気持ち。ちまちま勝つっていうのは俺らにはもう向いてない。いや、そうなんですよ。10万勝ちましたとか、なんか、うん、あんまり嬉しくないんですよね。俺とかテンチムの人生って基本的にこんなんやから、だからこれになるようなかけ方をします。やっぱ一番嬉しいのって大穴で、もう一番それが気持ちいいし楽しいですよね。100倍以上出したい。ああ、間違いない、間違いない。結局だから100倍以上が来た時にそこにかけてへんかった時の悔しさがすごいわけ。確かに、絶対何百倍を拾いたいから。そうですね。で、一応倍率の方がこんな感じで、1番が結構人気、2番3番は結構穴かな。5、6がめっちゃ穴。4がダント強いんや。そう、4の方女性なんですよ。さっきその練習の時めっちゃ早かったんですよね。確かに4と1が強いと。でも穴狙うなら5と6は欲しい。あ、でも5番森博之って3月に混じっとるやん。有吉と5番は、俺は正直もうここまで信じ続けてんやん、このボートレース人生で。5番で毎回勝たせてもらったって思い出があるから、5番は絶対入れる。しかも金黒やで、5番って。完璧なわけよ。奇跡見せよ、ほんまに。いや、マジで本当に奇跡見せよ。メガトンパンチで1点に対して4番掛け、その4ボックス買い、はい、基本的に僕の展示はそうしていきます。24通りに対して4万ずつ掛けていく。100番当たれば400万っていう。決まりました。3456、僕はもう2人の余り金みたいな、前座みたいな。マジで。じゃあ、まるさっきの余り、ありがとうございます。
ちなみに丸は俺とテンチムがかけた金額で毎回4万ずつ余るわけ。100万かけて大体26万やから、はいはいはい、その4万を吸収して成長してます。マジムです。本当だね。オッケー、俺は決まった。1、2、4、5でいきます。僕は言ってこのチャンネルでは1列目かもしれんけど、もうこれ600万目やと思ってこの減り方、そうこれだけ減ったから。ただもちろん全部換金してないんで、換金はこの動画の最後で、まあ、全くでしますから、買った分全部そこで、ね、明らかになるという、はい、天地どうする？私ね、4と6入れました、はい、あそこから1、2、3、4、6とかでいこうかな。かなりの穴やん。行きましょう。誰で1、2、4、5。いやこれすごいですけどね、うん、これ来るで。でもヒカルさん、ぶっ飛んだことするってさ、楽しいね。アドレナリンが出てるわ。むしゃぶるいしてるもん。めっちゃ置いてくじゃない。かけるけど、マルが買っては負けても俺らから小鳥のサイズに本当にそう。買った時黙っとこう。はい、始まります。ガルチャンネルの1列目、はい、緊張するよ。俺がかけてるやつが1、2、4、5、テンチムが2、3、4、6で、お前は、お前は3、4、5、6です。丸は、あ、丸はね。名前も名乗っとく。一応こじきじゃなかったんだね、あんた。くじきよりひどいよ、お前は。本当に勝って知らないですよ。教えてください。勝ったらじゃあ全部返すんよ、俺らに。なんなの。逆にどうするそれ、勝った場合3等分。442。今取るよ、20%手数料、予想手数料ですね。この音楽を聴いたらもうちょっとテンション上がる。これ皆さん申し訳ないです。テンション上げさせてください。なんか感じるな、5と6に。だから4はちょっと謙虚になってるな。なんか5と6感じちゃうな、これ今。感じちゃうな。ケンジ君どう？ボートレース初めてなんだ、今日1日。ああああで、半分終わったわけやん。今どう？アドレナリンが止まらない。分かる、この喋り方で。むしゃぶりしてますよ、ずっと。むしゃぶり。むしゃぶり。おぉ、わぁ、6。伸び伸びしてる。ええやん、今日。6がちょっとエミリン状態入った。ね、無双無双。無双モード。このスタートライン大事。来た！始まった。どう？あ、6！ あ、6！ え？6もいいんじゃない？ 4 めっちゃいいやん。感じてるやん、風。4めっちゃうまい。4めっちゃうまいやん。いや、でも、5と6も来てない。1、4、5、6。1、4、5、6、いい感じ。バンクラス。やばい、6がやばい。6。1ぶっちぎりですね。1早えな。6やばい。え、5お前。うわ、ミスっとるって、5。6入った。6入ったわ。1、6、4。うわ、6入った。誰も言ってない。1、4、6入ってない。1入れてないですね。うわ、マジか。いやー、1、1か。1、6、4だ。もう分かった。わーった。1と4硬かったっすね、今回。結局だ。はい、では次2列目ね。1番人気が1番かな。ダントツでオッズが低い。4番あー強い。まだこれ1と4や。ここが圧倒的に穴やろ。1、2、4が人気なんだ。とりあえず勝ちに行きたいな、まずは。誰かが当たらへんっていうのがまずサバや。これもうフォーメーションで4が1着来るっていう一点にかけようかな。え、41着なんかもう今俺ちょっと見えたね。4が1着取っとる姿が見えた。でも今自信出てきた。3ボックス穴中穴言っていいですか。じゃあ256。死ぬっすよ。256なんて入ってないから。256。分かった、じゃあ私もフォーメーションでいきますわ。1でいきます。で、2着を私4にしようかな。俺じゃあ1ってやるわ。この3ターンに1回の僕の一口の金額が1000円上がるこのタイミングで、僕は大穴3ボックス256。1の金だからさ、絶対できることでしょ。自分の金は絶対やないからね。でもお二人のお金なんで大きくして返したいです。なるほどね。こっちはでかい。4点買い。4点買いってやばかった。今日は1というのはもう固定なわけ。1着には4、2着にはもう1が絶対来なかったらもう勝てへん。あの左上の4つだけにかける。やばいね、それ。4パターンでかけんから25万。一口。ええー、私1、4パターンでいきます。1と4は来るね、勝つね。でも1口25万ってことは次のマル君のお金がお釣り出ないっす。次休み。なんで1万お金しそうにしてんの。痛いねお前。でもこれで当てれば俺は次の次の次までいきます。いや、マジで頑張っていこう。頑張っていこう。おぉ。いや、見て、パック25番4通り、やばい、これすごいな。天地もやばいな。逆山乗ると発行いきますよ、発行。これさ、俺と天地見て1と4逆でやっとうから、1と4が1位2位に来れば俺らもう勝つやん。だからうちは今日味方っすよ。1と4来る。どうしたマルが。奇跡が起きたんですよ。3ボックスにしてたから釣りです。次できるやん。400万だから。どの通りが来ても全部高いです。勝ったら400万。お二人の親子に勝ちたい一心の3ボックスです。はい、じゃあ2回目のレース。今回は僕と天智に関しては4パターンしかかけたいんですよ。もう1と4が1位2位に来ればどっちかが勝つ、うん、もうただそれだけ。チームプレー。これはどっちが勝てば勝ち。丸は分からん。かっこ
いけるな、4パターンだけって、ね、ピンポイント狙いすますみたいな、スナイパーみたいなこと、はいはい、ボートレースカーで赤い周知になる俺は。ファイト、うん、ファイト、来た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 、ターンめっちゃええやんけ、山頂シーン、いやでもいい、1このターン、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 あ、1来た、1来た、あら、あら、でもいけいけいけ、4が抜け、あ、転んだ、転んだ、え、1転んだ、えぇ、1でもないし4でもない、1転んだ瞬間もう終わりってこと、私たちは終わり、こういうこと来る今回に限って超終わらなくちゃこれ400万、いやー、そう全然ガチガチじゃなかったっていう、2、5当たっとったわ、3ボックスにしたから、はい、当たっとった、4ボックスだったら、いや、なんか強がんない方がいいよ、これ悔しいな、悔しい、はい、じゃあ3レース目、もう圧倒的に4が強いんですよ今回で、5と6が超大穴、どうするかやな、これあんな狙いでいくのか、さっきみたいにピンポイントで狙いでいくのか、4マジ強そうなの、でもそれで転んだりするからな、でもさ、これさ、さすがにさ2連続で転覆されたら私除霊行った方がいいっすよ。マユリかわいい、ねね、何がしたい、テンション上げたいですか、じゃあこの曲がちょっとテンション上がるんですけど、想像以上に自分が死にそうな声すぎてやばかったわ今、僕3ボックスでいきます、3、4、5、強いのを入れつつどこ来ても荒なんですよ、両方を狙ってます、1、2、4が今硬いってことですね、これ1、2、4が一番硬いな、めっちゃ迷うな、どうしようかな、もし何もやっぱ悩むことすらも分かる、当たった時でも最高やな、一番生きてるって感じするんだろうもう。彼はここまで悩んだこと、まあ珍しい、悩んであかんな、これちょっとガンガン、でも4好きじゃないから4、4いきますか、うん、よ1、2、3、5僕らちょっともう初めてのレースだと思うぐらいの気持ちと、あ、そうですね、今回勝ったわけでも勝ったっていうふりせえへん、一旦さ、勝ったっていうやつこのチャンネルで出したら僕ね、そうやってさ、どんよりしてるもんね、あ、確かに1回と本気で10位関係なしに、しょ、自分が何勝ったら関係ないんだ、忘れた忘れた、結果分かってしんどいやん、楽しんでいかないとね、オッケー、ゴー、おっしゃー、もう勝ったな、正直勝ってたみたいなとこあるんですけどね、いや、そうやね、もうここに一緒に並んどうだけで勝っとんね、はい、勝ってるんですよね、もう、お出ました、来た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 ぞ、いいねいいねいいね、お、早っ、えぐっ、いい息してる、早っ、めっちゃいいや、みんなでアルファベットの Z 作ったな、本当だ、もう勝てる、勝てるね、本当に勝てる、お、声出しとる、声出しとる、いいよいいよ、お、来たんじゃないこれ、ミッキーが入ってるね、あ、始まった、お、来たぞ、どう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 、あ、いい、もう分からんけどいい、分からんけどいい、分からんけどいいぞ、いい感じ、いけいけ、早い早い、見せたれ見せたれ、いったれよ、やってるよ、うん、見せたれ見せたれ、いい感じ、気持ちで勝負、あ、いいぞ、ガンガン攻めろ攻めろ全員、そう、いけ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 、気持ちで勝負、いい、やらせ、オッケーオッケーオッケー、来た来た来た、いいいい、みんな早い、めっちゃ来た、よっしゃ、いいよ、来た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 、どれが来た？どれが来た？いけるいける！どれ？どれ？どうある？どれ？頑張れ！どれが来た？と？全然わからん。いや、すごいぞ、すごいぞ。勝ちました。5番が来てないことは確か。え？勝った？どれが勝った？え？もうあった。263。え？263は？待って。え？あれ？いや俺マジで途中まで行っとったんやけど、途中まで2、3、1やってる、そうそうそう、で、2、3、1やったらバイル3まで2、3、1、うわー、2、3、1、65倍ですね、あー、でも言ってそれか、2、6、3、まあ、めちゃでかいですよ、え、240倍、ええ、4度超かったってこと、2、6、3やもん、だってどういうことやねん、ダメだやっぱ踊れし、オッズとかそういうのに聞いとれたらダメだわ、だってうちらってもう持ってる運が強いから、まあ、結局そういうことでも、お前の感じ、でもちょっと楽しかったさ、声やしもう分からへんから、テンションで、来とう来とうって、どれが来とうどれ、もう一番後ろにいいんだもん
あとね、ここに来て僕はヒカル買い思いつきました。1番人気と2番人気を買わない4ボックスだから、そもそも当たった瞬間大勝ちっていう買い方。あー楽しい、確かにそれはそれで、これもこれが流行らせます。だから今回1番と4番がめっちゃ人気なんですよ。どっちも外してます。2、3、5、6、本店買い。え、いいんじゃないですか。そう、でもこれ大竹で振り返ったらボロ勝ちしてないって、この買い方したら。確かに思うんやけど、1人は大爆死、1人は堅実なとこ行った方が勝ちやすいなってる。まあまあ確かに、さっきまで1と4来るって言って1と4来てないから。そうだよ、それがもう2、3回連続で続いてますからね。これさ、もしかしたら光がよさ産むためのさ助行だったんじゃないですか。助走ね。助行運転。光さんこれワンチャンありますよ、マジで。ある。俺は光がよ、これがやっていく、これがやっていくって、もう残り2レースしかない。上げていきましょう。上げていく。上げるから。あと終わってないから。まだ終わってない。あと2レースあるから。諦めない。そこで終わり。もう決まりましたんで。はい、どうぞ。1、2、3、6。1、2、3、6。OK。まあ、4だけ外すって感じね。そうっす。で、大穴プラス安定の1を、うん、で、1も入ってきた穴は結構でかいんで、そこ狙いですね。じゃあ、私は固めの1、4をまず入れて。6が圧倒的穴ね。あとは、2、3、5が似たような感じ。じゃあ、まず6に入れて、2、3、5。どれかってことやな。じゃあ、顔がタイプなんで3。おぉ、まあまあ、でもそれも大事。締め切り2、3分前なんのこと自体があかんねん。行きましょう。行こう、行こう、行こう、行こう。16名やから行こう。そう、そういうなんか思い切りのトイレ行ってジュース買ってタバコ吸えるっす。そう最高だなって。セリフ結局考えれば考えればトロノマハマり。あー確かに、思い切りのさんがなかった俺らに。そうね、さっぱりった方がいい。そこなんですよね。そう、結局ちょっと眠たかったから動き肉だったんだよ。ね、声出してやっぱりちょっとすっきりしたっす。そう、これやってたらほんまにすごいね。当たったとかやって絶対当たる自信見やすいと分かる。あー確かに、さっきまでと別人ですよ。さっきはね、もうどんよりしとったの空気が。ほんまだから保存食庫の動画ちゃんと絶対当たるから予言する。そこで当てるのが俺やから。これからもこれで当てる続けたら全然プラスに持っていけるもん。そういうこと。もうこれこの階段するだけ当たるやんか。ヒカルガイマジでいいんじゃないですか。流行らせるために当てましょう。1番人気2番人気外して俺っぽい書き方やから。確かにヒカルっぽい。いいよ、セオリーなんて全部無視していく、場を荒らしていく。いいね、やっぱスパッていくのがいいですね、うん、気持ちいい。やっぱりちょっと追い込まれた感じしないの。逆に追い込んだっとるで。分かってきた。俺らのリズムが合ってきた。俺らも一緒にギャンブルするの初めてやから波長が合ってなかった。多分それぞれが別の方向向いとった。今ちゃんと一致した。ようやくあれですよ、新しい地図っすよ。うちら新しい地図、仲間、ビッグファミリア。いるわ。しゃあ行きますよ。殴り合わせんからな。だってまだこの動画の中では一回も誰も勝ってへんわけよ。勝ってない。逆転するところだよな。ここで勝てばいいですもんね。メイクしとるな、ドラマを。メイクドラマ。これ負けたらさ、天智は金髪じゃなかったから負けたとか、いろいろあれやん。一番丸やと思うね、原因。もしそうなった場合。でも、俺、丸をそういうふうな存在させへんから。さあ。勝とう、全員でも。勝とう。ワンボール、オローは。そう。勝とう。コメント欄に、丸がいたからとか、天智は金髪じゃないからとか、そういうコメントは一切なしに。そう。もう勝っていこう。そうですね。ゲーム速やからとかもなし。そう、なし。いや、いいね、チームプレーだわこれ。でも3人できたらみんな力合わせていかないと。そう、俺らがこれから数える失ったお金の数じゃないから。そう。メイクマネー。かっこいい。普通に一番持ってるんすよ。11レース目きた。ラスト2個絶対勝つ。友情が深まってきとる気がする。一心同体ってこういうことなんやなって。俺か天智部どっちかが勝てばそれでいいと。完全にもお互い裏なんで違うから貼ってるものが、どっちかでもありそうですよね。どっちでもいい。今回さ本人パパって決めたから15分ぐらい空きちゃったじゃん。すごいなんかゆったり。確かに気持ちがめっちゃ良くなってこない。来た、来ました、よっしゃ。おー、なんか全員気合入っとるね。沈んでない、大丈夫、トラブル、エンジンかかってないですよ。確かに。あ、かかったかかった。これでも2番大丈夫か。ちょっと出遅れとかなんか大丈夫か。2番おっしゃ、早っ。あ、いい、ちょっと、いいだ、いいだ、早っ。え、2位めっちゃ早い。え、2位めっちゃ早いやん。さっきの嘘やん。演技できんやん。周りをそういう風に思わせての最速スタート。そう、4が4どう。あー、え、でも結構接戦やな、今回。いや、結構接戦っすよ。うわー、うわー、うわー、うわー。え、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 6だ。6の割りつやばいんじゃない？マリちゃんマリちゃん、6本気だぜ、必死を頼む。過呼吸？いやでも。6来た、6来た、6来た、6来た。146。あ、でも6抜くよ。6抜くよ。6抜く。うちおるもん。あ、抜くんじゃん、6。でも1463スリートップっすね。うん。あ、あ、あ、あ。え、さっきので水しぶきでめっちゃ落ちされたやん。行かれたな、完全に。確定やな、146。146確定。ちょっと待って、146倍率何もなの。55倍。え、55倍じゃない、146。え、勝ちました。146確定。
定、一応の確定。いきますよ。1、4、6。何倍？え、55倍。ってことは220万。うわうわー、すごい。いい感じ、このチャンネルで今初の勝利。やっと、流れ来たからね。やった俺は全く当たってる。まあでも最後のレースがまだ、最後の最後でひっくり返すっていう、それが光だから、カリさん前で外してきた。そう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 、それをね、分かり、分か、分かりさせよう。分かりさせようっすね。寝てくれからさ。確かに言葉がね、全員寝てないから。そうそうそう、はい、ではラストレース、いや頑張りましょう。これ正真正銘ラストです、はい、トータルで2000万円の最後ですよ、本当の。これでもう終わりで、オッズの方が1号艇と4号艇がかなり人気です。1なんてめっちゃすごいやん、人気。いや1めちゃめちゃ、しかもこの人前のレースもめちゃめちゃ人気だったんですよ。まあ俺1番外します、4番も外します。6エグいっすよ。6はやっぱ相変わらず、しかも6光るやから。6はいかないと。俺は行った、6。なんやったら1と4はいけないから、2と3と5と6って前と一緒、もう決定しとった。でもそれしかないって、30枚で買ってももうって金で。なるほど、じゃあ今回の光る買いでいくんですね。そう、お金失ってもいいけど、プライド失ってもいいから。おかっこいい。名言が炸裂しますよ。違うわ。で、丸の方は？僕は1、3、4、6。いいとこやな。1と4が強いから。で、あとは穴開けると。で、天地部は？じゃあ私はとりあえず大穴まず1個、6。ちょ、今日6めっちゃ来たやんね。なんか。来たわな。え、5めっちゃバレて欲しいくない？6やばいやん。こんな間違って6だったら稲妻走るレベル。筋肉マンのあれ BGM かかるやん。マッソル。1、4、5で2か3どっちか行こうかなって感じですね。丸が1、3、4、6だった。はい、2位取ってないです。あ、オッケーオッケー、じゃあ私2位いきます。1、2、4、6でいきます。まあ全然あり、あり、あり。よし、待っていきましょう。よし。え、でも丸これ4万あるからさ、このレース4万かけてもいいんじゃん。あ、そうだよ、うちの最初お会計するからさ。え、4万。え、丸頼んだよ。やるならやっぱ一発じゃない。お前でも一発狙いに行けって。いやー、最後だよ、ヒカルさん。いやー、ラスト勝負か、楽しいね。でも視聴者には気づる、これが俺らの始まりやで。序章ですよ、序章。第1章やからな、エピソード0でもいいかもしれないよね。2000万使ってエピソード0なんすね。チュートリアルこれ、ね、俺ら練習試合みたいな。いや俺は初めからこの掛け出しとけばよかったなって思っとるけど、それはもう今回学んだことやから、だから後悔はしてない。ブレって分かんないよな、多分。ブレたか。どうしてもある。急に3レース。楽しいやでもやっぱほんま最後の最後の楽しい、ほんま生きとるって感じやな。やばい、ギャンブルっていいよね。YouTube って仕事なんやけど、その仕事を忘れてやっとるもんな、これは、うん、すごいわ。いいわね、このさ、ドキュメンタリー感よくないですか、うん、しかもこれが思い出として残るから。まあ確かに、やらせ一切なし、このハラハラ感、臨場感、すごい、全部残るってすごいですよね、うん、いや頼むよ、マジで。なんなんやろ、このワクワクはね。えボートレースの絶妙なこの待ち時間な、うん、確かに。そうなのよ、じら芝居がすごいわこれ。3人絆深まったとか言いながら、マイルは置いてくぼりなんですね。忘れてた。うわー、なんかあっという間でしたね、でもね、いや、あっという間、なんか私さ、結構さ、長い撮影なんか大丈夫かなみたいな。ああ想像以上やっぱ時間経つの早いですね。そう、逆にもう終わりかってなるやん、名残惜しい感じよな。最高でも12回しかできひんことがすごいよな、これ。カジノやったら何回でもできるやん。そうなのよ。はい、では正真正銘最後のレース、もうこれで全てが決まります。もう思い残すことないわ。なんか死ぬみたいやな。今日一でも明細とおうから俺。いやでもいい、流れがいいよ。前勝っとうから、天チームが勝ってる。あとやっぱね、団結力、うん、マジで上がってますよね、まあ、これ優勝マジ深まる。いや泣いても笑ってもこれが最後なんですね。この風の強さでやっぱさ、何か起こしそうよ、はい、起こしそう。最後ちょっと荒いっすね。楽しいやなこれ、やっぱ。いや楽しい、いいわ。あ、でもさ、初めてだからさ、難しいんかなと思ったの。初心者でも分かりやすい、分かりやすい、分かりやすい、分かりやすい。一番勝ってるし、ね、勝ってるしね。ファーストインプレッション大事ですからね。罠だなこれ。うわー、なんか一番ワクワクしてるかもしれないです、うん、だってもうこの後ないもんな、この後ないってやばいな。あ、もう最後っすよ、うん、あー上がるー、始まった、来ました、早い。うわー、いけ、いいわ、すごいね。ラストレースじゃきいな。確かに確かに、ドキドキするな。マジでかすごいなこれ、ギャンブルってすごい、そわそわする、ロマンあるわマジで。顔つきがちげえ、みんな魂。おー、6が、うわやばい、これ待ってる、6が、うわ来た、5も来た、はい、4もいった。しごろはもう後ろで構えるパターンですね、基本よな、これが。ひふみは前ですね。うわマジワクワクする、やばい、やばい、始まるもんな。始まった、来た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 、早い、え、マジで早い、早っ、6位スタート切っとるな、うん、いや4、5、6、え、全部早い、あ、あのみんないい感じ、あ、でも分からんなこれ、いいっすか、回る時じゃないですか。あ、でもめっちゃ、え、あ、転倒した、転倒した、また転倒した、え、2つ転倒した。
した2つ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 戦闘した。あそこ画面出た。ほら誰え、どれがえ、3台あ3台4台4、5、6ジゴロジゴロ点灯えなんで今あ、でもやり直したやり直したえでもこれなんもうジゴロや4、5、6やこれこんなことあるえラストレースでえ4、5、6やもうこれ4、5、6確定やろ4、5、6とかええええええ嘘やんマジであれすぎでしょ何ぼなの倍率でも4も1万人気やろ4、2万人気4、5、6の倍率何いやでも5も6も倍率高かったんでやばいっすでも4、5、6、110って書いてないえもう安心して走ってるやんこんなことあるもう争ってないある意味ドラマだわこれ本当にあれええどうしたあれえなるほどあやり直しやり直し多分4が現時でああなってえじゃあまだ分かる1え1位できた5、6、1ええちょっと待って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 ほんまどうなったどうなったのすぎどうなったえちょっと待ってどうなったどうなったどうなったえ分かる分かるえどうなったこれ4は失格ですえそんなことあるやんでもなんかめっちゃ遅くないやりない感じ安心して終わり終わり5、6、1え、なんか拍手してるし。え、当たった人いるっぽい。え、マジで。五六一なんぼら。多分倍率やばいっすよ。何これ。5、6、1、600。え、はあ。600、679。まあ、本当、679。やば。誰か。当たってないよ、そんなの。違う。そんなの。惜しい。え。わ、惜しい。一がない。だって、もう一抜いたもん。いや、これで。やばかったやん、一じゃなかったら。こんなことある。え。うわ、679倍。え。106番人気ある意味ドラマだなすごマジ最後で56くる56絶対連番来ないと思ったのえやばこれこれはエグいな最後のは予想できないっすよあんな確かにあれエビス返しとったかとったでほんとだエビスは貫いたったうわ600倍だから2400万いやエビスエビス買ってここでリプレイ出てますやっぱもう最初の気持ちわけわからん大事やなわすごい世界やなこれなんかやばいなやばい一番やばくないグー最後の最後引き戻りたい4が消えたのびっくりしたもん俺本当に3台なくなりましたよ最初に言ってたみたいな、ね、敵中本当にそこは敵中だな動画撮るとか知らん言っとったよなこんなことあるんすねうわやばでもさボートひっくり返ってるもん4のせいで横転したから4が体重になったんですか多分そこだよ、うん、でも惜しいっちゃ惜しい1346なんでああ惜しいね5と6はこうへんやろうって高くくったよな俺は入れとうけど1万人気2万人気入れてないだろその隙間を全員いかれたよなやばいないや5と6くるのはまさかやなこんなことあるんやおもろいやねやっぱボートレースいやすごいわ確かに今日ほんま大波乱すぎやばいあのボートレースってこんな感じなんすねびっくりボートの中でもドラマありますね、うん、海の上でも、うん、はいじゃあ今回ね、はい、僕とエンジムで2000万かけてくれたんですけど、はい、結果の方が僕が全敗ね珍しいマジでヒカルさん始まる前とかさ俺動画撮ってる時負けたことないへんねみたいなさすごい言ってたけど初ですかもしかして初めてかもボートレース全部負けた初めて見る全敗は、ね、いやでもこんな展開も初めてでしょ確かにやばかったな嵐呼んだね中途半端に行き過ぎたなって今日俺はちょっとブレブレやった、うん、もっと前はスパッと行くのだよ確かに悩んどったものめっちゃいろいろあかんかったなっていう状態も含めそうでもさリベンジマッチしたいっすよねマジっけいやマジでいつかいつかリベンジマッチすごいこの人たちいやマジでしよう光は全敗と全敗なんでとりあえず5000万生活やりますマジっすか決定うわやば5000万生活で俺思ったんですけどなんか5000万生活の時に2500万行こうみたいに言ってたんですけど2500万行っちゃうとオッズが下がっちゃうんであーそうですね1000万1回行って3月もう1回その1000万負けたらもう1回1000万行こうよ行こうよ。ちぎれ2000万持ってくわ。1000万負けたら3月、もう一回1000万、3月中に行く。マリコ、声も出てない。いやマジでマジでもう許せん。俺はこの気持ちはトナボートレスに置いていくわ。いつか回収しに行く。この悔しさ。近いうちにな。絶対に回収する。ちなみにティンチムが？私はですね、合計では結果ね負けました。うん、でも勝った試合もあるので、ちょそれをこれから監禁所行ってやる感じです。10戦3勝じゃない？10戦3勝。うん、結局私も3月金髪ショートするっていう。ねえ、うちら何？うちらさ、お互いさ首絞め合ってない？いいのこのコラボ本当に。これからの未来回収していこうよ。結局最後のもがいたと勝つやんって人生。まだ負けじゃないから。確かにな。負けてへんねん。そう負けてないんよ。うん、気持ちは勝ってっから。そう。気持ちは勝ってる。俺がホームレスになった瞬間負けやそれがその瞬間までゲームセットじゃないからななんか今日名言ポンポン出ますね、うん、なんかまだこれ1回ぐらい終わったところぐらいでほんまにうわすっごい
5。え、丸はちなみにどう？10銭一生っす。まあまあまあって感じ。丸結局何本使ったの？僕のお金ですか、それと。いや、もう借りて全部で80万っす。残り1つの100くらい。80万最悪すごかったよ。見学に来て80万4万のチリツモで80万。4万もチリじゃないですけど、ね。うん、じゃあラストちょっと換気しに行こう。行きましょう。確かに行こう。よーし、行こう。最後のやべーわー。こんなことあるの？でももう一回行きたくなる。あんな見せられたら、ね、あんな見せられたら、ね、それを最後に見せてくんだよ。すごくない？すごい。これか。男が求めた方法ってこれか。悔しいな。でもまあそれが勝負の世界だ、ね。敗北のパズルが揃ったわ。1000万。紙切れになったぞ。エクゾディアみたいなもんや。えぐいで。まあでもこれは一旦置いといて。買ったやつ行こう。そうだな。行きましょう。ケンチュルが最低限買ってくれたのは良かったな。いやーでも本当に良かったっすね。気持ち分かってっからね、やっぱ。お願いしまーす。やばいよ。バンってこんなん来るじゃん。ほんまにこれでもやばいよ。だったらもうここ超えとったんじゃん。超えてましたね。ね、まあ、そうかな。もう一回行きたいな。でももう一回行きたいね。コツをつかんない。確かに。やっぱワンピースとかもみんなそうじゃないですか、うん、最初パーやられてさ、はいはいはい、やり返していくじゃん。そう、こういうことよ。2年半後また会おう。2週間半後また会おう。また会おう。俺早いから。でもねえすよ。いや、つまらんやろ、寿命まずだけの人生なんて。うん、まあね、それかけてなんぼよ。働いて、かけて、働いてかけて、稼いで。ギャンブラー。人生なんてギャンブルなんやから。そう、あんたも脱皮もしなよ。アドバイス。最後一番太い紐ここにあるんだ。楽しかったという思いです。あるの。一緒に丸は次回参戦どうする？しましょう。しましょう。でもちょっと分かったっすよね。でも楽しかった、負けても。1人でやったら負けた時もっと絶望やったけど、まあ絶望やな。1000万全部負けた。3人やったら負けても楽しいなっていう。いや確かに確かに。負けてもさ、こういうさ、一緒に笑い合える人がいるといいっすよね。俺らなりの修学旅行みたいな。まったいな。地下みたいな、地下線であげとんねん。4万の地下線。ストレースやばかった。いや、あれマジやばかった。いやドラマやあれ。当たってる人いたってことですか？歓声上がってましたもん、囲まれて。いつか誰かがそれを釘までやる。バイナー。終わりないわ、本当に。いや、これがバナっすね。いや、踏み込んじゃったわ、本当に。自分から。え、これ。え、あ、大当たり。おー、すげえ。うわー、来た。はい、ということでこれだけ天使が勝ちました。ありがとうございます。うわすごいな。なんかさ、私さ10レースやって合計で3レースぐらいしか勝たなかったんですけど、3レースでも半分返ってくるのっていうの思ったんで、勝った感じするもん。勝者やもん。終わったり。なんすか、なんなんすか。大富豪のお年玉入ってそうなの、はいはい、なんか入ってるんですかね。これに入れて帰るの。あ、なるほどね。勝ってますもんね、これ。すげえ。高額配当的中記念。本当だ。これみんな記念に1個ずつ。ありがとう。何の意味があるんだろう。じゃあ、ケンジも一応、まあ、負けたんですけど、気持ちは勝ちましたよ。気持ちは勝った。気持ちは勝った。すごくない、気持ち負けてるんだな。こんな半分も変えてくれるんですか、3年生。あんだけ楽しいね、全チームだけの話やったら、半分失ったっていう。もっと負けると感じして、まあ、動画的には。でしょでしょ。逆に言ったら、ちょっとずれとったら、大勝ちやで。どうなの、そういうことで。強制夢ありすぎない。目輝いてます。通うわ。毎週。いやー、ちょっと3月30日頑張ろう。まあ、リベンジマッチっていうか、これもう序章なんで、エクソのゼロなんで。ほんまにやります。リアルにやります。さっきはずっとさ、序章かとかさ、ほんまかとかさ、ボソ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 言ってるけど、息してる。はい、感じで全編天地のチャンネル、概要欄の方に貼ってるんで、ぜひ。はい、ちなみにそちらの方のヒカルさんももっとね、今より生き生きしてたんで。頑張って始まる。どんどん押していくから。そうそうそう、俺の多分テンション最初ここにやがってこういったから。最後戻ってくる。最後一瞬戻ったけどね。そちらもぜひ見てもらえればと思います。はい、そんな感じで今回も終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとさ、負けたけど、俺ミシュラン予約してもたやつも実は。マジ？行こう。ちょっと待って、行かない3人でもミシュラン。え、行きたいけど、私この格好ちょっと、あれ、行かないでいいですか？マジで、これミシュランなの？それ、やったやった。ちょ、行こう。え、カメ、ヒカルさん、あんたってどこまでも、あんたこない。負けたらミシュラン行くっていうのかな。確かに。いいですね。気持ちは勝とうから。これが金持ち YouTuber。そう、これが金持ち YouTuber。負けたらダメだ、あかんで。Everybody! Everybody! 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 Everybody!